きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はソフトバンクです。はい。危ないよ。この動画が出る頃にはどうなってるか分かんないけども。はい。2、3位争い激化中だからね。はい。どうなんだろう。ということで今日ソフトバンク。はい。ね、昨年ドラフト、いいね、大津、甲斐、生見ね。はい。で、大野、松本、吉田。で、ソフトバンクは、一勝一敗。うん。っていうところで、はい。ね、佐々木なんて言ってますか。2位から6位が大学社会人で、これまでの育成戦略からプランを変更し、今年結果を出すぞというメッセージが込められていると、うんうん、で題して尻に火がつきましたよドラフトって言ってます。言ってましたか、そんなこと、はい、で大卒補修獲得で海以外のキャッチャーはまあ信用されていないっていうのも感じるねっていう感じですね、うん、まあね、うん、今まではねソフトバンク強かったんで、うん、別に今すぐ選手取らなくても、うん、高校生取って未来のために育成するから、はい、そんな即戦力とかいらないねドラフトだったけども、はい、近年なかなか優勝できなくて、うん、でオリックスの優勝かっさらわれて、はい、ちょっと藤本監督も、うん、ちょっと今年優勝しないとやばいぞというところで、はい、足りないところを、ね、大卒社会人選手を取って埋めようって言ってね、はい、やったドラフトで、はい、なんと今3位ギリギリです。はい、はい、うん、っていうところで、うん、まあ、ドラフトね、王会長、まず伊比出君、将来性豊かな選手ということで本当に楽しみだね、うん、2巡目以降も思惑通りのドラフトになったんじゃないかな。世代交代を迎えた今のチーム状況に合った即戦力の選手も指名できているしね、ホークスでのびのびと大きく成長していってくれるといいねっていうね、はい、ところで、いいね、うん、怪我して試合出てません。あ、怪我なのか、はい、うん、あと大津、はい、大津一軍でね、序盤ですごい頑張ってましたよ。そう、投げてたよ、うん、山岡にめっちゃない方似てるけどね、はい、37試合防御率 2.84、うん、まあ頑張ってる。3位ね、イクミ、はい、これショールスターも出てたけどね、1軍でね、打率2割、2軍では2割4分4厘、ホームラン8本ね、はい、長打力もあり、で大野和夫ね、高校生ね、うん、で松本春、で吉田健吾っていうね、ところで、はい、まあ大津リリーフ頑張ってるけどね、はい、そういったところではね戻ってきたんですね、8月の後半ね、うん、そうだね、うん、はい、でソフトバンクね、育成から木村光がね、あの試合感になったんだけど、うん、試合感になったんだけど一軍に上がってきてないね、はい、じゃあ試合感になる意味ないじゃんって俺は思うんだけど、うん、このもう1ヶ月以上経つけどね、はい、ここまたね、道南、楽天と一緒でね、道南やろう問題ね、はい、でもね、もうソフトバンクのね、うん、ダメな理由はもう俺はっきり分かった、分析して、へー、野手ドラフト、うん、もう大失敗してます、ずっと、はい、いないのよ、もう野手が、はい、もう野手はね、野手ドラフト、野手で主力になってるのは2014年の栗原まで行かないと誰も主力になってないんだよ。あ、生え抜き野手で、まあ育成でね、周東とかいるんだけど、うん、はい、そうドラフト試合下で考えた時に、うん、誰も野手がもうレギュラーになってないんだ。はあ、まあ、周東もレギュラーじゃないからね。そうですね、うん、ずっと、うん、まあ、昨年ね、風間正樹、木村野村勇、大竹、うん、その前井上、佐々川、牧原、川、うん、川、川原田、川原田純平、うん、田上、うん、ね、で佐藤、海野、柳町、甲斐野、杉山、野村、坂東、水谷、泉、奥村、うん、吉住、高橋で、増田、C の田浦、うん、田中正義、古谷、久喜、三森、あ、三森、三森選手がね、うんうんうん、で高橋、小沢、谷川原、茶谷、黒瀬、川瀬で松本、栗原、小沢でしたね、小沢、うん、小沢じゃないよ、小沢だよ、はい、だ野手がちょっといない、はい、そうですね、うん、野手ドラフトだから結局、うん、ね、サードもマッチの後継者っていうところで、はい、井上とかね取ったと思うんだよ、うん、当時ね、はい、そういったところでもやっぱうまく育ってきてないよね。だここだね、やっぱり野手ドラフトだね、うん、野手ドラフトの支配下枠、ここをもっとちゃんと頑張んないと、うん、どんどん野手がいなくなる。ほんとそうですね、うん、でもね、うん、どんどん高年齢化していくからね、うん、結局はね、はい、で今年はまあ近藤とか取ったり、うん、で外国人でも埋めれないしね、はい、で中村晃ももう大ベテランになってきてるしね、うん、でセカンド三森でしょ、今宮でしょ、でサードが結局苦しいでしょ、うん、で近藤置いて、で外野牧原でしょ、
でライトは今いろんな選手が出てるな、はい、柳町とか上林とか。そう、完全なレギュラーってもうだいぶ前のドラフトの人たちですね。そうそうそう。であと大型がいなくなってるんだよ、うん、昔はなんかホークス大型の選手、はい、ホームランもあってみたいな選手いたけど、うん、そういう選手もどんどんいなくなってきてるから、うん、ちょっと野手ドラフトちゃんとやんないと、はい、でまあ今で先発もいないしね。はい、ね、先発も確かにあれ東浜投手ぐらいまでいなくないですか。いないね、うん、そうだね。まあ、松本がね、リリーフ頑張ってるけどね、うん、バンド、まあ、バンドも確実に先発ローテじゃないからね、うん、で、武田も今リリーフになっちゃってね、うん、石川修太投手も育成ですからね、うん、先発もいないね、うん、だからドラフトが上手くないね、正直。あ、そうなんだ。育成はチーム方針でお金をかけていっぱい取れるっていう、うん、いわばもうラッキーゾーンだからね、はい、試合下で取った選手をやっぱりしっかりだって欲しいと思って1目順目からいってるわけで、うん、でそれをだから会社で言えばさ、育成選手って派遣社員みたいなもんや、はい、正直お派遣でいいじゃんって言って正社員に雇い直そうみたいな感じだった。めちゃくちゃ良かったから正社員になってくださいっていう、うん、でも最初人事でさ、うん、あの最初から正社員で取る人がさうまくいかなかったらそれはさ、ちょっと組織としては俺は問題あると俺は思うんだよね、うん、個人的にはね、はい、その人事で取ってきてる部門の人たちに対してはね、はい、チームとしてはそれ育成から上がってくるのはね、うん、いいことだけども、うん、結局今でも近藤柳田打たなきゃ負けますみたいなね、うん、で栗原がいないからね。そうですね。もう今だって近藤柳田怪我していなくなったらもう終わりやろ、はい、正直、うん、で次からこのその補うための出てきてるやつもおらんしな、うん、でしかも柳町上林とか、はい、同じようなキャラだしね、うん、そのスタイルがで右に取った正木とか佐藤とかあんまりだし、うん、結局は、まあ、正直もう金かけて FA ででも何でも取ってくるか、うん、もうちょっとそこちゃんとしないと、うん、これでイヒネとかも活躍できなかったらもうどんどんいなくなっていくからね、はい、だからそこら辺ちょっと野手ドラフトね1位特に、うん、先発もですしね、うん、あとあの田中正義とか出ていって今頑張ってるからね、はい、いい形でね、うん、まあ、貝野も復活したっていうところも大きいし、まあ、つもり、まあ、ちょっとずつ見ていけばいいんだけど、なんかこの架空がいないね、うん、架空みたいな、はい、主軸、中心的みたいなのが柳田、今宮みたいな、うん、とこですか。俺らの時だったらマッチ、長谷川みたいなね、うん、ところの息のいいのがいないから、はい、そこら辺が出てこないとちょっとここから厳しい。そんななんかホークスも最強時代が終わっちゃうね。そうですね、うん、正直、まあ、それはもちろんそれで勝つことはあるけどもね、うん、勝つことはあるけども絶対的君主みたいなのがなくなっちゃうね。はい、ちょっとドラフトパッとしないね、正直ね、うん、でも大津頑張ってるからね。はい、佐藤さんの後輩のね、うん、っていうところで、はい、ソフトバンク昨年ドラフト、はい、評価は C です。大津投手だけではというところで、そう、一人だけではね、うん、あと二軍でもおーっていう感じがね、まあ育美とか頑張ってるけど相対的に見ると C やな。うん、やっぱり、まあ、ソフトバンクの場合人が多くて二軍に出るのも結構、でも三軍もあるからね、試合出るのは確保されてるから。あ、そっか、三軍もあるから、うん、二軍だけじゃないからね、はい、そういった意味では、まあ、三軍の成績はなかなかね拾えないから、はい、三軍でどこまで頑張ってるか分かんないけど、うん、まあ、数多い代わりに3軍も試合あるし練習施設は充実してるから、はい、うん、その練習もしっかりできるし試合経験もしっかり詰めると思うけども、うん、出てこないからね、はい、こうなかなか厳しい戦いになってるね、うん、だからもう、はい、これ一歩間違ったら、はい、悪い方向に行く可能性あるね。え、何が一歩間違ったですか。でも即戦力ばっかり取りまくるぞパターンになって、はい、そいつら全くうまくいかなかったら、うん、育成して上がってくる人もいない、即戦力そうだ俺、はい、人いないみたいな。これ楽天の時に言ったことですよね。この戦、そうそうそう、即戦力ドラフト失敗した暗黒時代だよ。そうそう、うん、だから、うん、今年とか行きそうなりそうやんな、はい、下手したらもう、そうですね、どうにかするしかない、もう即戦力やみたいな、うん、でもそんな、うん、ね、それうまくいけばいいけどな、はい、っていう感じがしますけど、うん、まあ、でも伊比根選手とかがどのぐらい育ってくるのかっていうのは、いや、まず怪我してるからね、まあ、今はね元気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 が大事まずは元気からそうだね、はい、いい選手も動かなきゃ意味ないからね、うんうん、
でもね、まあ、いわば今宮が高年齢化する前にいいねがで、うん、そのプランとしては行かなきゃいけないし、正直外野だって人足りなくなると思って佐藤とか取ってんのにそこがはまらないしね、うん、でピッチャー苦しくなるけど風間とかねっていうところもあるし怪我もあるだろうしね、はい、意外ですね、うん、バンクってこうずっと強いイメージなのでドラフトもうまそうだと思いきや、いやじゃあ育成枠いっぱい取れてそこであの資金力高いからそれはもう企業努力だから俺は悪くないと思うけども、うん、そういあの数の原理で上がってきてるだけだからそのうまいとかうまくないじゃないんだよね、うん、数の原理だから数打ち当たるっていう、うん、そうそうそう、うん、そこが当たらなくなってきてるのがちょっとね危ないから、まあ、ここからどうなんだろうっていうところはありますけど、はい、皆さんどう思いますか、はい。